どうかな。よし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 。お、この極みホーミングがね、ポイント高い高い高いなんだよね。めっちゃ燃えてる。チャンネル登録よろしくね。はい、どうも小橋です。すいません、久しぶりになってしまいましてね。親知らずをね2本抜きましてね、結構ねもう神経が2本通ってるぐらいね、ずぶとく入ってるのを抜いたんでね、まだね抜歯できてないんですけどね、ろれつが回らない。もう本当にいつも以上に噛んでると思うんでね、すいません。あと、そう、いいんですよ、いいんですけどね、いいんですけど、夢の大冒険チームね、いつもね、お世話になってると言いますかね、まあ、よく出る桜井さんがいらっしゃるチームなんですけどね、チームがのメンバー一人減って、募集をかけたところ半日で新メンバー見つかった。で、加入された新しい方のねお話聞いたらね、小橋動画で見たことがあるからっていう感じで入られたみたいでね、すごく嬉しいコメントありがとうございます。嬉しいです。すごい感謝されたんですけど、こちらも嬉しいです。ただですよ、まあちょくちょくね、今は募集してないんですけど、ちょくちょくこの動画で小橋大学の募集もかけるんですけどね、なかなか入ってくれないんですよね。やっぱね、なんか小葉大、本当敷居高いイメージがね、ついちゃってるみたいなんですけど、本当そんなことないんでね、まあ、もしね、またこの動画で募集かけたときは、皆さん、全然もう、強さとか、何も関係ないですからね。お入りいただければと思いますんでね。はい。っていうふうに喋ってるだけで、やっぱもうね、まだね、結ばれてるところがね、言いたい。もうロキソニンが手放せない感じなんですけどね。はい。どこまで喋れるかっていう感じでね。行くんですけどね。24時間限定でね、キングダムショット3の方がね、出ましたね。エクセレント3も出た感じなんですけど、似たようなね、パターンで出てますね。うん。で、本線としてはね、回さない。うん。プラチナ率4倍ですし、まあ、ここら辺のね、ギアっていうのは、3月、おそらく2日っていうか1日ですか、から多分インペのね、フェスが始まるんで、もう本当、1日2日寝たら、同じギアがね、キングダム3以外のギアがね、ゲットできるんで、うん。そこまで回す必要ないと、小橋は思ってますんでね。うん。でね、まあ、他のね、配信の方がね、おっしゃったようにね、まあ、素人向けではないね。ギアで、まあ、ポイントはめっちゃ高いですよ、ほんとね。うん。っていうところあるんで、もちろんゲットできたら嬉しいもんですけどね。この24時間で回すかって言ったらね、まあ、そう回す必要がない、ギアだと思うので、とはいえね、まあ、ラリー、全然頑張ってないんですけど、やっぱラリーってコイン稼げるっていうところでね、こんだけ稼げちゃってるので、まあ、300万割るぐらいまでのところでね、またね、ちょろちょろーっとね、回していければと思うんですけどね。まあ、300万はいかないかな。もうほんと30連ぐらい。サクサクっと回したいと思いますね。うん。果たしてどんなもんじゃでしょうかね。コイン変換。新ギア、コイン変換、コイン変換、コイン変換。これ新ギア。おい、プラチナ。おい、プラチナ。うん。
あ、もう一個か。よいしょー。ほんとね、ガチャ運はね、相変わらず、神様どっか行っちゃったんでね。プラチナ率4倍だよね。なんか全然コインが減らないんだけど、まあ別にいいんだけどさ。いや、本当に神様どこ行っちゃったんだろうね。か。これラストか。あ、もう一個か。危なかった。スキップするとこだった。いや、全然減らない。さあ、バースンと。まずインペが来ないですもんね。よいしょ。ね。助けてー。お。バースーン。いやー、2個目。3個目。いや、ほんと来ないね。どっか行っちゃったよ、神様。いや、おぉ。4個目5個目ラストバスンと。インペリアルは来たけどさ、これラストかな。うん、ここまでにしときます。まあね、本当インペガチャがね、もう次来るんでね、まあラリー終わった時にね、またどのくらいコインが増やせてるかにもよるんです。ワールドこれラストかな。はい、キャンディー。神様がね、来ないですね。っていうことでね、なんとなおやっていくんですけどね。ま、ファラオなんですけど、なんか、あんまり、攻め方がなんか一択なのかなっていう、一択って言ったらね、大げさになっちゃうかもしれないんですけどね。この、万能系クラブ持ってる方々はね、まあ、ここを、ステーブルの低反発にするか、低反発にしないかっていう、もちろんね、どうなんですかね、長距離の低反発じゃない、超ステーブル無風が、のギアがあると一番いいのかなとは思うんですけど、ここはしないので、無風低反発ステーブルで打ちます。で、別にステーブルつけなければね、初夢ショットとかね、そういうのでも全然いいと思うんでね。どうでしょうか。またこれがね、若干ブレが分かりにくいんだよな。よいしょ。若干の右かな。一回だけね、10センチがありました、小橋ね。よいしょ。で、次ですね。まあ、新年初夢持ってる方は皆さん結構ここら辺に打ってるなーってイメージがありますんでね。
おっとっと、結構そっちにいた。ね。まあ、こんな感じですね。でね、ここもね、あのちっちゃい、あのパッドの中で若干の左ブレのような気もしたんですけどね。まあまあまあ。ステーブルでいきますね。ここをね、9番ぐらいまで下げようかどうかは迷ってます。でちょっと強めですね。まあスピンチにもよりますが。どうでしょう。どうでしょう。どうでしょう。どうかな。よし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 。お、この極みホーミングがね、ポイント高い高い高いなんだよね。めっちゃ燃えてる。いいですね。さあ問題の次ですね。せっかくだからね、実はまだねマイナス7も取ってないんでね、取りたい気分ではございますがね、ちょっと緊張してます。あそこでアルバ取ると大体ここ外しちゃう。いやー、ちょい右だけど結構傾斜あるからね、こんなもんにして、いや、ずらしすぎ？ずらしすぎが一番かな、かなピーか。でも結構多分、いやー、傾斜、こわー、どん、あー。結構ね、この傾斜にやられることが多かったからね。こんなもんにしときますか。でしょう、お願いします。いや、ちょっと右にちょっと左にずれてる。あとは傾斜次第、傾斜次第、傾斜次第だよ。お願いお願いお願い、うわ、強かったの。うん、ダメだっていう攻め方をしてね。まあ、マイナス7、3回は揃いたいなと思っている次第ではございますがね。悔しい。はい。あ、どなたかお疲れ様でしたっておっしゃってましたね。すいません、スタンプ。よいしょ。はい。っていう感じでございます。はい、先週のね、フレンドさんのランキングを発表して終わりにしまいと、したいと思いますね。コウのジャックポットハイでしたね。おー、大王さん、全体の4位。おめでとうございます。素晴らしいですね。はい。シノンさんから21アンダーですね。マナミンさん、イワヒョンさんも、もう安定して上位ですね。工場っぽいさん、ワイハウッズさん、ジークタミクさん、レモンさん、ムクさん、マユさん、山崎智也さん、メイさんも安定してますね。ケダンさんまでが21アンダー。20アンダー、一気さん、お一人ですね。19アンダー、ポンさん、夏目さん、ウリさん、ナンナンジャーさん、KK さん、シシカバさん、くんくんさんから18アンダーですね。ナバーロさん、DJ イオさん、ダイさん、ピコー大魔王さん、ミンゴルマンさん、ピナコーンさん、コウイチさん、ミサイルさん、シロさん、マーミンさん、TK タカさん、レフトさん、サトシさん、桜井さん、アーチンさん、クラガさん、一番さん、麦酒造さん、ポンコツ一番とホーアジさん、コウジさん、キヨさん、ファミリアさん、花見さん、タカさん、そして私ですね。777狙ったんですけどね。甘かったですね。エグゼさん、P さん、で、17アンダー、翼さん、シナモンさん、
たらたらひなこさん、しゅういちさん、もぐもぐさん、もげっするさん、しょこさん、あにーさん、Z1 さん、はるかさん、こっこさん、にしあんさん、うきょうさん、まっすーさん、わちさん、いちごさん、たかし 100% さん、ときわさん、あんどさん、ころぞうさん、またしさん、こくりゅうさん、りびさん、のりこさん、パムさん、つよしさん、ひろみさん、アップストーンさん、あゆゆさんまでが、15アンダーという形でした。あ、15アンダーじゃ3000円以内っていう形でしたね。はい、今週も頑張っていきましょう。ラリーもね、全然ね、全然小橋はね、ま、最後追い込んでどのくらいいけるかなっていうところ、まあまあまあコインを稼げるだけ稼ぎましょうっていうイベントなんでね、楽しんでやっていきたいと思います。以上です。小橋でした。バーイ。